you came, where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the... どうも皆さんこんにちは、つなぎゃみでございます。今回はですね、パーティーゲームというね、ハイピクセルサーバーにあるね、神ゲーやっていきたいと思います。はい、やっていきます。はい、まずはね、このトランポリンってゲーム、調子悪い、取られた。このゲームはなんか頑張るらしいです。頑張るらしいです。10点ってどうやって取るのこれ。まあね、うまくジャンプして、あ、これブースター使って10点を取るんだよ。ちょっとやばい、点数が俺低すぎる。あ、お、ブースター来た。これで10点をいただきまーす。はい、まあこんな感じでやるといい点が取れるっていうね、まあ神ゲーになっております。あ、ブースターいきます。ありがとうございます。いただきます。ブースターよし、今度こそいただきます。おいえ、ブースター、あー、くそ、3位ですね。惜しかったです。はい、パーティーゲームっていうのはこんな感じで、ミニゲームが何個かな、8個かな、6個かな、たくさんあって、その中で、スターを稼いでいきます。で、スターを取れた人、邪魔だよこいつ、あ、消えた。俺が潰してやったぜあいつを。やばい、これ F5 じゃないとね。まあ、スターを一番多く稼いだ人が優勝っていう、そういうゲームです。これやばくね、やべ、このモンスターってやつ抜かされる、やだ、どけお前、邪魔だ、お前の行き場所はね、お前のお先は真っ暗だ、いい勝負じゃね、いて、あ、やばい、これ、あー、くっそ、惜しかった。2位ですね。で、今、右に見えてたスターってやつが、あ、間違えたのが、順位です。今3つなんで、今同率 3人で 1ずつですね。よくわかんないですね。はい、で、次やっていくゲームは豚を捕獲せよ的な、そんなゲームでございます。うまくいかないんだよ、めっちゃ難しいんだよ。ふっ、あー、豚が取れない、入ってこい、小豚やろう、れ、入った、 OK。 で、どれだけ入れるかっていうね、そういう簡単な作業っぽいんですけども、なかなかに難しいという。俺1位じゃないか、くそ、動け豚。さすがにね、 PVP でいくら釣り竿を使ってるからといってね、この釣り竿は慣れないですね、なかなか。小豚ちゃん入ってきな、はい、あ、よし、いけ、あ、もう反抗だな、反抗的だな、くそ、いけ、入ってこい、ちょ、なんで入ってこないの、てめえら、おい、あっ、あいつ、すっごい勝手に入っていったぞ。すごすぎる、俺のとこも入ってこい、いいぞ。これ3位までしかね、あれもらえないんで、コインが。お、いいぞ、来た、おいしい、あれ、おい、ワニシ、あ、間違えた。あー、入らない、来た、よし。ほんとね、入んないときやばいっすからね、これなかなか入んないですよ。あ、終わりました、4位でした、惜しかった。はい、次のゲーム。どんどんね、もうこれ悲しんでる暇ないんで、次のゲームは、PVE って感じで、ん？ PVM? なんて言うんだろうね、モンスターを、モンスターって言っても豚とかなんですけど、え、マイナスポイントだった今のやつ。まあ、モンスターをね、こうやって殺していくとポイントが得られるというね。あー、マイナスポイントだった。たまにね、豚さんはね、マイナスポイントあるのね、ほんと怖いんですけどね。俺の豚、俺、くそ、俺の豚じゃなくて牛って言いたかった。あれ、おかしいの今日調子が悪いっすね。来た、牛さん、たくさん、おいしいな。はい、まあこのゲームはね、さすがに PVP してた僕なんで1位取らないとね、本当に恥なんで。
これ牛が一番ほんとポイント高いんで、牛さんをたくさん殺しつつも豚さんの集団を殺しつつ的な。やばい、ここ美味しいじゃん、めっちゃ美味しいじゃん、美味しい、うえ、俺ダントツ、やべえ、まあ、これがね、エイム力ってやつですよ、大切です。よし、1位きた。お、スターコイン、スターアカウントが1位ですね、素晴らしい。はい、次のゲーム、こちらは舌がですね勝手に落ちていくんで、TNT ランと違って自分が進んだとこじゃなくて、まあランダムに落とされていくので、まあね、落とされるっていうことがないんで、ね、イライラすることはないかなと思います。やばくね、ちょっとなんか俺のいる場所やけに、なんかブロックが落ちてくんだけど、怖すぎ、ケンチ、よし、やばい、今スプリントバグ起きた、焦る。で、赤色になったところはね、もう踏むとね、爆発するんで、嘘、しないですけど、うえー、来た、あいつ。野良猫のマンコで即射精、童貞捨てた高校生、次の相手はお前だ。はい、次のゲーム、これはね、プッチプンプン、なんて言うんだろう、なんちゃらバッツ、まあね、コウモリを名前の通り殴っていくっていう、黒いスキンだねって言ったんだけど、殴っていくっていうゲームです。たまにボーナスキャラ、ボーナスなんていうの、ボーナスバット的なのがいて、1回殴ると10ポイントというね、なんともでかい素晴らしいねやつがいるんですけども、10ポイントだっけな、とにかくね、やばいっす、やばい、殴れない、とりあえずね、エイム力じゃなくてこれは運なんで、とりあえずクリックしとけば、殴れるんじゃないかと。よし、俺今1位だ。でもボーナスね、痛いもボーナス来た。ボーナスが美味しいですからね、ほんと高すぎ、ケンシン、ケンシン好きなの俺、うりゃ、やばい、当たんなくなってきた。このね、死なないコウモリたち、かわいそうですね、ほんと。よいしょ、これいいぞ、かわいいぞ、お前らかわいいぞ、ボーナス来たー、俺ダントツやん、来たー。はい、1位でしたね、今の。いや、やっぱエイム力って素晴らしいですね。皆さんも PVP やってる方なら今のゲーム得意になると思います。次のゲームはですね、まあ見てれば分かると思うんですけども、最初はこんな短いですね、まあ、こうやってね、こういうのの下に隠れて、そうするとね、雪玉がバルルってくるんで、はい、これをかわす的な、そんなゲームになっております。初めのうちはここら辺簡単なんですけど、だんだんシャトルランみたいな感じで早くなってくんで、そこ注意したいなっていう感じですね。まだ5秒は余裕ですね。イージーですよ。だけど残り4人しかいないっていう、大丈夫かお前ら。だんだん早くなってくるんで、最終的に1秒とかになってくるんですけども、まあ、僕はねこのゲーム一度も1位以外取ったことないんで、プロなんで、はい、だんだん早くなってきました。プロなんでね、あ、や、ちょ、この女邪魔だな、クソ女、ビッチ、スキンがビッチだ。まあね、僕今ね、何曜日だっけ、水曜日の午後2時から撮影してるんですけども、ニートなんですけども、めっちゃニートなんだけどさ、え、真っ昼間からゲームだよ、やばいよね、まして水曜日、何をしてるんだ僕は。まあね、ほんとテストがあったんで早く帰ってるってだけなんですけど、あ、やばい、だんだん早くなってるって気づいたらもう1秒だもんね。残り3人ですね、まあ、僕このゲームプロなんでね、ほんと、うえー、あ、やばい、ないオッケー、あ、危ねえ、残り2人、あ、これいけるかな、ラッシュ、ゴー、うえー、はい、1位いただきました、ありがとうございます。はい、1位ですね、結構いいんじゃないかな。あ、来た、このゲームは弓でね的を撃つというね、神ゲーです。まあ、これ PVP してたらね負けるわけにはいかない、ゲームですね。おい、まずはワンクッションじゃないな、弾じゃない、弓が出てこない、ちょっとこれね、弓がねやけに出るのが遅い時があるんですよ。
大きい、はい、来てる。あんな奥にあんのか。当たれ、大きい、当たれ、あ、惜しい、オッケー、オッケー、オッケー、早い。はい、もうこれ1ですね。あ、もうミスった。おら、おら、オッケー。はい、もうゴールが見えてきましたよ。ゴールが見えてきました。いただきます。ありがとうございます。というわけでね、ダントツの1位でーす。いやー、簡単簡単。超余裕。はい、まあね、ここね、強さあんまりないんで、たまにガチでいるんですけど、まあ、そういないんでね。はい。あ、出た！これ一番僕が苦手なゲームなんですけども、ホエホエホエというね、ゲームでありまして、こちらはね、なんかホエで、ホエで、ホエでなんかするゲームみたいなんですけども、あ、あった、これか、青色か、俺。来た来た来た。とにかく、青色で陣取ってけっていう、そういう感じのゲームでございます。なんだお前、囲ってる。てめえみたいなゴミはな、俺が囲うんだ。貴様はここで動けなくなっとけ。まあ、これなるべく大きく囲った方が強いっぽいっす。わかんないですけど、まあ、そんな感じで大げこいつはもう行き場がないニートだ。よし、あとはね、美味しくいただきましょう。あ、俺も囲まれてんだけど、やばいやばいやばい、これ詰んだわ俺。済んだわ。でもでもね、でも2位だから、でも1位だからね。いやー、美味しいですわ。よしよし、これだけ詰めばいいでしょ。青の人かわいそう。やべやべ、みんな抜かされてる。あ、でも止まってるから3位に入れたな。オッケー、3位、3位。青の人かわいそうだ。オッケー、はい、終わりですね。これで終わりで、なんと1位です。今回 GG です。ほんとやっと撮れたわ、1位の動画。めっちゃ撮り直してたんですよ、これ。何気にガチ勢の人がね、ちょっと僕を悩ませてくるんで、頑張ってました。というわけでね、今回やっていったゲームはハイピクセルサーバーであります。パーティーゲームっていうゲームですね。この1の方です。2の方はね、また改めて後日やろうかと思ってるんですけども、はい、どうだったでしょうか、ね、結構ね、面白いゲームなんで、ぜひ皆さんもやってみてください。ここで僕結構コイン稼ぎました。はい、というわけでね、最後まで見てくれた方、ご視聴ありがとうございました。またのご利用お待ちしておりますじゃなくて、またのご視聴お待ちしております。バイバイ。